これを横カパッと開けて、こっちも開けて押します。そうすると開くんで、今水もうちょっと真ん中のやつにかぶるぐらい入れます。口がこれをカパッと開けます。で横ちょっと見てほしいんですけど、このハンドルを下までやってこう、あれこうはめます。またスイッチはこっちが空気清浄機モードで、こっちが掃除機モード。皆さんが必要なのはここです。これ。これをマシーンにカパッ開けて、この穴に合わせます。押し込む。そうすると取れなくなる。取るときはこれだけです。オン。そしたらちょっと見てみましょう。こんな感じです。そんな行きたくないですね、さすがに。最後はまた綺麗な水入れて、こう匂いがあるんで、オレンジ、例えば何のアロマオイルでもいいです。これをちょっと入れて一回スイッチ入れます。そうするといい匂いしてきたんで、もうあとは下側に、これで空気清浄機が今動いてます。きれいにしましょう。